お疲れ様です。今日最後じゃコカちゃんやっていきます。さあ懐かしのねマイティーコカツ、今日やっていこうと思います。で施設は大砲ですね。はい、まあテスラも強いんですけど、まあ一応火砲はされましたんで、まあ大砲やね他の施設、まあ、他のデッキだとボムタワーとかもね、今後増えてきそうかなという感じですね。はい、で進化カードは進化スケと、進化ゴブリンバレルですね。まあ進化バレルは、まあ、正直そこまで強いカードではないんですけど、まあ、あのマイティとちょっとあの組み合わせ強いかなという点がありまして、マイティでこう潜ってね、あの逆サイドに逃げるじゃないですか。なんで意外とこの進化バレル逆サイドに本命を飛ばしながらの、まあ、そっちにちょっと潜ってみたいなね、ことも可能なのかなと。そうなるとね意外と刺さるみたいな、わかんない試さなきゃわかんないんですけど、ちょっとね、はい、可能性はあるかなと。いうわけで、ゴミプリンセスを押しまして、大砲いっちゃうか。最大がディガー削りっぽいな今んとこ。拾っちゃいたい。いやほんとね、ダガーがねもう減っちゃったんで、もうそれによってねこういうディガー削りね。そしてあとはねシンプルバレル、いやこのバレルを飛ばせるのもね強いかね。まあ今はダマイティが竹取ってますけど、普通に単品でね端前普通に間のタワーに向かって投げることがもうねそれだけで強い。バレルを飛ばすだけで強い、はい、今まで無視とかも当たり前だったんでね、その辺は変わるかなと、言ったとこですよね。さああれ深海スピでボコボコにしてえな。深海スケか、うん残っていいよ。いやーまあ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 からのディガーを拾えるかはセンス。てかデリバリーなのか。いやここちょっと行きたいよな、まあ、行きたいがケツから行く未来もあります。相手はポイズンデリバリーね。えウッドもあったのかな、まあ、一旦ロケで削っちゃったら、まあ、どう考えても本命が左になっちゃうんですけど、まあ、仕方ねえか。えウッド持ってたよな。おお熱い、なんかなんか知らんけど熱い。どう考えても左が本命ではあるが、逆もあったんだ。刺さっていくで拾って、いやできるだけダメージを抑えたいな。まあウッドは持ってないんでね、バレル飛ばすだけ。いや持ってるわ、やべダメだ、ウッド持ってんのか、話がちげえな。それはウッド持ってんなら俺がすることはロケ削りですね。まあ、今これウッド回ってないんで、なんかちょっかいかけても回るか。早いな相手回転、なんか俺の言ってること全部合ってねえわやばすぎるか、全てがね合ってはないが、まあ、正直ロケ削りで良さそう。もう進化バレルいらねえわ、申し訳ねえが。え強い、え強い、なんか事故りそうじゃね、ワンチャンない。いや相手今ビビってんねこれ。オッケーオッケーオッケー。さあアイスピとまあスケーの方がいいが、アイスピマイティでも拾ってからのねもうロケでさえ、まあ、今回の相手さすがにデリバリーウッド高回転なんで、まあ、刺さらないんでね、まあこういう相手にはもう一生ネチネチ削りしちゃいましょう。で拾って拾えないか。まあ、マイティ強いですからね。このナイトとかには。さすがにね。まあ、潜ってもよかったか。さあ、あとロケット2周ね。ふふふ。これが強いか。まあ、枯渇ね。枯渇という名のロケ削り。まあ、一応、なんかユニット出したい気もしたが、さあ、ロケが間に合います。っていうね。さあまあ今回に関してはちょっとねバレル刺さんなさすぎたんで、まあロケ削り、ほぼロケとかロケでしか削ってないんですけど、まあこれができるのもねこの高回転ね、まあ枯渇デッキの強みではあるんで、まあ、バレルが刺さんならもうバレル投げまくればいいんですけど、まあ刺さんないならね今みたいな感じでロケ打つだけでいいんでね。よし、さあ、おヤンキーすぎん
ラバーはまずいね、このデッキで。対空プリンセスと6しかないんで、まあ、マイティドリームはあるか。これ、マイティからのバレル行って、ユニットが絶対来て、逆サイにマイティ飛んだらちょっと強いみたいな未来を見てるんですけど、ちょっとやっちゃってもいいですか。まあババなら仕方ないかっていう。いやまずいねまずくはあるが、進化スケとかかな。いやスケドラがいる。いやこれ行った方がいいね、絶対に。行かなきゃ勝てないですね。行っても勝てるかどうかみたいな。いやめっちゃ強いマイティ。早めにもう一個ぐらい早めに潜っといてもよかったけど、まあ一応ロケット打って耐えちゃおう一応ね。まあバルーン来たらまあ捨てていいね。まあプリンだけ出しとくか。この矢波はねちょっと美味しいね。なんかババとボンバーでしょ、なんかあえて潜らない世界もあったり。潜ればよかった。いや、え、待って、このアイスピが狙ってます。狙ってんのかは言い得。いやーこれマジでまず、普通に嫌すぎる。インドラにもでかっ、耐える世界もありますか。やばい、うわっ、うわー、絶望期だ、終わった。それだけはダメだった。いやー、あんちゃん事故んねえかな。いやー、終わったよな、これは。これで終わってない未来あるかな。スケドラなんだよな。スケドラサイド熱くね。いやマジで耐えれてるやん。うわ惜しい惜しいな、大砲というかなんか、まあまあまあ惜しいね。大砲とか対空ないんでね。耐えくなくてもまあ頑張れはするよと。耐えたかったー。お、ダガーガルよ、最悪よバレルの刺さりが悪い。しかも初手これ、懐かしいね初手これだけでもまあ増えてきますよと。まあこれバレル飛ばしても絶対無視だと思うんでね、まあ飛ばさなくていいな。マイティに頑張ってもらって、マイティ頑張れ。いや、いいよ。マジで強い。強すぎではある。でもアイスピで止めて、できるだけマイティ長生きさせてあげて、まあ、気持ち程度に潜っちゃったけど、潜る必要もなさそうだな。今のイチコスですらもったいなく感じるわ。いや、でもダガーが遅くはなってるね。絶対プリンターナが強いな。姉妹プリンするかな。ボンバー咲いてるんでうざそうだけど。いや、いいね。からの、まあ、またマイティでも耐えますか。まあ、相手の呪文がね、これライトニングもあればボンドもあればみたいな、何でもあるんでね。さすがにこの一匹に処理されるのはなんか嫌だよね。
ちょ、ライトニングのセカンドまずすぎる。いや、いい。いや、いい。なんか、防衛バレル。ちょっとよかったか。いやー、まあやっと進化スケもあったんでね。いや、削っとこうか。いや、からの、まだちょっとある。私、ヤンキーすぎない?いや、いい。落ちてくんねえか。さあ守れば勝ちね。相手の呪文やなめだったっけ。エリババ組んだろうな、まあ、エリババにロケも強い。もったいないな。やばい、潜ればよかった。またこんな感じで追いつかれてるやん。俺絶対ボンバー来るやん。来んのかい。追いつかれたの嫌すぎるが。いや、これマイティね、右から行ってタイミングよく潜れるんですよね。でスケルトン部隊をケア して、まあ、回ってないか。諦めとかないこれ。諦めか。いやー、なんかもうちょっと美しく勝ちたいな。最後ちょっとかなんか守れてねえんだよな。マイティのスキル最後に使いたいな。しっかり対空にも当たるんで結構便利なんでね。爆破ね。さあ今回とブラストード、なんかいろいろいるな。マジでラバもゴレもいるし、高回転もいるし、ブラスターもプリンセスタワーもダガーもまあ一応いるみたいな。すげえ、何でも環境だ。何でも環境すぎるけど。大砲残したい。オーケー。大砲ちょっとでも残れば、プリンスをしばけてみたいなね。オッケーオッケーオッケー。さあ、で、ブラスターに対してはバレルがどうだっけ?一回飛ばすか。お。なんか、嫌だな、その攻め。大砲使った後のね。あ、でも待って、バレルしか俺飛ばしてないよな。バレル多分無視されたんだろうな。センダーが入ってるわ。でかだいぶ強いね。さあ今回ってでもゴブジャイプリンスダイナマイトディガー入りね。結構火力増し増し編成だな。フェニ、まあ守ることができればって話だよね。やばい、飛ばしとくか。まあ、回転範囲でね、進化スケもすぐ回るしな。ザップね。いや、全然いいな。しかも進化スケで。からの、マイティ。あー、なんか、え、なんか、ん?ふふふ、ん?あ、相手進化スケに鬼弱いんやん、そういえば。あ、終わってくれ?あ、これ潜んのちょっと遅えな。なんでブラスターなんだろうね。なんか、このままキングまで、ぽっきり。ザップってもマイティ止まんねえもんな。あーあああ。さあ、なんか、進化スケドリームというやつが久々にね。まあまあ、ブラスターだからね。刺さりすぎてと。さあ、また普通のプリンセスタワーね。まあ、これデフォなんでね。いや、初手バレルとかもね、めっちゃ強くないもん。ずっと強えな。これも強いね。はい。いやー、ホグね。いや、これ、近畿できる、美味しすぎる。入るな。うわー、それ入んのか。助け出しよかった、じゃあ。まあ、クエイクオグか。大砲ちょっと弱いな。クエイクね。まあ、クエイク避ける位置があるんで、まあ、そこに出すのは大事かな。あとは、まあ、バレルを1個前、1個後ろとかに出しとくと、なんかね、鬱陶空振ってくれたりもするんで、
よかったりはする。さあマイティか、いやマイティ強えだろうな。マイティホグと、まあマイティコカツと、まあマイティ関係ね。来んのかな。さあ来ましたね。まあこれクエイク余計の位置っすね。どうなんだろう。今ロケオン入ってんのに最悪だね。ちょっと強すぎん。まあさすがにこれはキンキもしてるんでね。これ入っちゃうよね。まあいいや。いやこれさ、左が本物っていう世界もちょっと面白くないですか。実はやりたいだけ。いや待って、ほら結構入んのよね。よし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 、え、めっちゃ入るじゃん。進化バレル、マジおもろいだけで悪が悪くはない。ウッドでリセットしてあげて。え、強い。それクエイクだけめんどいな。あー、これロケボーはいいしよ。俺ホグってね、まあ俺アド取られるっちゃ取られるんですけど、相手のクエイクとかもね避けることできるし、意外とロケ防衛強いんですよね。よいしょ。でもあれ壊して、やべ待って、行かれるですよね。ああ、それめっちゃいいな。いや落ち着いてね、確実に当てるロケ。いや近畿してるからで、こういうのもあったり、アイスピも添えてるんで一瞬だけ取れてます。なんか両サイ攻めしたいだけで割るが、まず激まずよねこれ。え、うまい。それそっか、俺が潜れるなら相手も潜れるんだよね。いやさすがに俺の負け筋この進化助けなんだね。705です。ロケットウッドウッドかな。ウッドからの、え、ふふ熱っ。でまあルート強制用のスケだけ置いて、これ逮捕に行きます。ふふ強すぎんこれ、便利すぎん。でこのキングが攻撃するぐらいでアイスピで固めてあげて、ウッドで落ちるっけ。落ちるよな。おい、ナイス。いやまあ高回転だからこそのね、このロケ削りも強いですね。大砲の余計の位置も大事です。さあアントニオさん、あブラスター、やいやマジで何でもいんな。刺され、あーいやまあ枯渇の未来もちょっとあんのかな。これどうだろう。ナイトギャング、まあ見た目はものすごい枯渇ではある。あーでもブラスターなんだよな。なんでブラスターなんだろう、それがわかんねえな。おお、まさかのねスパーキーパターン。え、すげえな。スケバレなんか面白そうなスパーキー引いたな。いやーこれまあ潜ってガゴまで処理できんの強いよな。ギャングね。おーおーおーおお、スケバレー、スケキン、スパーキー、んどうなの。なんかジャイとかなさそうだね。あんのかな、ギャングねこれ。あー真正面なら次からワンチャンギャングのサイクル先読みしてもいいですね。バレルくんのかなこれ。よかった来なくて。アイスピでケアだけして、なんかスケバレスパーキーね。なんかゴブリンバレルあったらめんどいけど。おーゴブジャーイ。いやマジ強い。マイティが
やっぱマイティの横のスケまでちょっといい。まあさすがにウッドサッカー、え、めっちゃいいな。まあで後ろからギャング来ると思うんで、これ手前に垂れ流します。まあ相性ものすごい良さそうなことだけはわかるね。でもどう考えてもバレるんだよな、飛ばしたところで。無視で終わるか。まあさすがにロキ打つか。これはなんか怖かったしな、事故りそうで。意外と左が入ってんだよな。空振りでした。いやマジプリンセス最強だ。相手なんかプリンセスマジきつそうだもんな、これ。大砲だけでも強えわ。まあ潜れなかったの痛いが、プリンセスがもう壊れすぎるか、これ。まあ単品だったらステイだし、まあなんか来たらロケ打つしって感じだよね。ステイですね、これは。これゴブリンめっちゃ生まれるやつだ。どんぐらい生まれんだろう。おお。どうなんだろう。まあさすがに逃げ切りたいけどな、怖いな。あ待って、やばい、めっちゃ強いやついるわ。進化ナイトっていう、左の方がダメージ入ってんだな。結構謎なんだよ、俺ずっと右攻めてたんだよな。なんか余ったあれかな、余った進化バレルが。でマジでこのデッキの強みは大砲がもう壊れなんで、大砲もね、大砲を来まくる。で回転でご利用してバレルも飛ばしまくる。いやマジでチンパンすぎる。でまたバレル回ってバレル飛ばして、いやマジやってることチンパンすぎるんだよな。高回転のご利用しです。さあナイス。というわけで、いやマジでね、3倍タイムのねバレルの回る速度がやばすぎる。でマイティでチャンピオンサイクルもあるんで、ゴブリンバレルを飛ばしてから、まあ、場にねマイティがいる場合はバレルスケアイスピーウッドバレルができちゃうんでね。バレルスケアイスピーウッドバレルスケアイスピーウッドバレルよ、どんなサイクルやねんって話よな。無限攻めが完成するんだね。さあダーガーには8枚プリンが強いよと。親衛隊ね、親衛隊もね、やだな。マイティがあんま刺さんないよねっていう。エレジャイか。まあ大砲を回すか俺は。まあ一旦刺さりはしないが、なんか虫か、守ってほしかったよね。まあ大砲がね優秀すぎると。マジ怖すぎるこれ。なんかザップが来る。こんにちは、こんにちは、ノーこんにちは。いいね。いやこれ耐えたならもう大丈夫みたいな。プリンセスからの、いや進化バレルでマイティが潜ってみたいな世界もありそうだけど、いやマジこれきつい。え、親衛隊がまずいんだよね。
いやまあ橋のプリン最強が結局それは変わらないよ。やべ、またフリーズくんの。やべ、ここでフリーズ来たらさ、うますぎ回ってないよ。ペッカー、どういうこと、どういうこと、嘘、なんだこれ、そんなデッキがあんの、面白いね。いやマジ大砲だけで止まってしまうのがなんかかわいそうすぎてさ、かわいそうすぎではある。まあさすがにね、マイティこれいっちゃうんじゃないの。いや体力結構ねえな。まあ冷静に右か。いやマジで大砲つえ。まあこれがプリンタワーだったらな、もっと雑にねバレル飛ばすんですけどね。なんかまあ飛ばしてもいいけど飛ばさなくてもそうそうみたいな。絶対フリーズ来るやん絶対フリーズしたいやんっていう顔してる。さあこれ実は左ドッキリいきます。いきます、くるっと潜ってトントンぽい、ウッドまでいっちゃいます。やめて、いやプリンセス杖、え見て、ほら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 、おい進化ゴブリンバレルですよ、左が本命ですよっていうね。まあこういう楽しみ方もできます。進化バレルなおもろくはあるんだよな。まあでもダガーガールがさ減って、もう今プリンセスタワーとブラスターになってるならさ、進化バレル普通に強くない。まあなんかもう片サイド削れてしまってる状況だったらまあなんとも言えないんですけど、まあ最悪今みたいなねマイティ削り、マイティで逆サイに逃げるパターンもできるし。あーいや待って、あっつー、その禁忌されないやつ、えなんかまずい、これあれに当たんねえか。あー OKOKOK、リートプリのランバルね、ちょっと怖かったな。トルネ、トルネやだな、トルネ回ったかも覚えてないが一応ケアだけするか。あーはーあーはーあああ石ころじいさん、いやーやだね。いやまあ大砲ロケあんのか、相性はそうだな。なんかビビドラとかインドラがいるとねちょっと事故る可能性はあるかもしんないんですけど、まあ、いないんでね、買ったんじゃね、美味しいなこれ。ゴマイティに対応しないといけないですからね。でプリンも強いでしょ、いやこれだけで強そう。お、なんかタワーまで、あーいいねどや。まあでも本命は左なんでね。いやこれプリンセス強いな、足前で飛ばしたいけど攻めたいしみたいな、で守りたいしみたいなね。やっぱトレンド採点でいきます。まあ大砲マジ2、3個いても話が早いが、もう置かなくてもいいか、ロケあるし。まあこういうの置いちゃいます。逆サイもロケでケアします。守りすぎか。まあロケあるんだねっていう話よね。正直ロケなかったらあんまよろしくないかもしんないが、ロケあるんでマジ何でも守ろうと思えば守れてしまう。ボーリー、ライナ、
やマジでボーラーにロケット打ってくださいって言ってんだよね相手。絶対打たねえかんな。やべえ、何この大砲の位置下手すぎん。フリーズ的なのなんかありそうだけどねえのかな。ねえことあんのかなこれ。でかで、これ左が本命だってさ、相手防衛ちょっと大変じゃない。いやー回転高回転ってマジでチンパンだな。こう見るとうまい、そのなんか竹取りフリーズオシャンティフリーザーないのかな。多分ないんだろうね。そんな感じがするよね。こんな状況でも飛ばしてしまう。めっちゃ来るーってかミスってないって。まあ一応トルネキアでね、まあキング起動とかしてもね気持ちいいよね。やべ起動これできてんのかな。惜しいな。まあ大砲置いとこうや。マジ大砲で全てが止まるわ。はい、ツインタワー。おしまいです。いやいいなマジでプリンセスめっちゃ強いやん。てか進化バレルマジで強くない。こうなったらダガーが終わったって考えたらよ、可能性ちょっと見えてくんだ。さあというわけで高回転枯渇ねマイティ型ですね。はい、いや今シーズン結構強そう。てか進化バレルもまあ、だが消えるだけでだいぶ評価が上がるんじゃないかなと。まあ、普通に対応するとき厄介なんでね。どっちか本当か分かんねえし。なんかミスったら事故るしね。まあ、マイティで逆サイから飛んでこられても嫌だしね。まあ、皆さんマイティコーツぜひ使ってみてください。ちゃんと効果もおっしゃっすよ。おっしゃまたねー。